聞かせて。セーラームーンだ。あ、いや、あれが好きだった。金星の人。マッキリー。うん、マッキリーは水。ジュピターはビーナス。あ、ビーナスが好き。え、マッキリーが好きだった。水色。あ、短いの？頭いいから。いいなって思う。バカが憧れそうな。まことちゃんも好きだったよ。これこれこれ。あ、そう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 。ここにいるの。耳のイヤリングが好きだった。真似して。なんとかジュピター。なんとかプリズムパワー。メイクアウト。ルルルルル。あ、10人ぐらい見てる。早。誰見たことない。すごい。誰見て。チーヒーロ。チーロ。女の人。友達。チー。見たことない。チーロさん。友達は今の。チーロさん。そうだね。こんばんは。こんばんは。どれこれ？あれ？いまだにわからん。両方にやっとけばいいや。ユニラム。あ、あ、こんばんちです。ハッチアットマーク。チャラくないなってる。チャラ本当だ。めっちゃ話。たまちゃん。すごいね。ヤッホー。ヤッホー。すごいいっぱい。こんばんちー、こんばんちセーラームーン。セーラームーン。セーラームーン。カツラとかも被りたいね。だね。だった。セーラにあやるちゃん金髪の。百均なんですよ。百均のやつ。あ、これ？昨日夜な夜な買ってきたんです。全部100円、100均で200円とか。1200円ぐらい。百均で1200円。あやがバイト終わってから夜な夜な買って。あとアメクの？アメクのです。あ、10秒前です。すごいね。10秒前です。9、8。あやねと I know 秘密の部屋。こんばんは、あやねです。こんばんは、あいです。秘密の部屋へようこそ。第12回はスイートガールズでお届けします。イエーイ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ヘッドホンが大きいのか顔が小さいのか。顔が小さいんです。大正解じゃん。すごい、コメントがもう始まる前からね。すごい嬉しいです ね。あやね、あいちゃん、いやらしい。何の仕事する気よ。ラジオだよ。ラジオです。今日、まあ、見て、見える方はお気づきかと思いますが、今日何の日でしたっけ。今日はハロウィンの1週間前です。ということで、前夜祭。そう、前週祭。前週祭ということでコスプレをしています。もうただのコスプレだよね。なんか血のりとか塗らない。そう、愛ちゃんのね、強い思いがあったんだよね。そう、愛はずっとあの中高、あのブレザーだったので、セーラー服にすごく憧れていて、だからなんか着たくて着たくて仕方がなかったから、今日着れてもう幸せだ。よかった。おばさん感大丈夫かな。それが一番怖いな。まだ半袖、自前のセーラー服。これあの100均のセーラー服なんですよ。コスプレ用のね、1200円で売っていましたので、ナース服とかもあったんだった。そうそうそう、ナース服とか、あとなんか赤ずきんちゃんみたいなものとかたくさんあったので、じゃあ今年ね、そうそうそう、ハロウィンで仮装したい方は100均で、100均ぜひ来てください。来てって言っちゃった。行ってみてください。まだ半袖、自前のセーラー服、これまあね、そうそう、そういうことだ。100均で買ったっていうね。そうですね。
内地は寒いよって。金太郎さん内地の方。うん、おー、そうなんだ。沖縄30度ありましたよ、今日。全然暑いよ。全然、もう半袖、うん、タンクトップで、うん、OK です。ね、タンクトップか。タンクトップ結構きついかな。うんうん、きついかな、うん。二の腕プルンプルンプルンってからなるから。体の問題でね、きついんだよね。寒いとかじゃない。うん、見るに耐えないから。ただのコスプレやけど、ヒロキが興奮するやん、わら。チャラくない、チャラくなくなってる、AKB ファンさん。え、ひろきさん興奮しますか？首振ってまーす。泣いてー。くそー。残念。あ、滋賀は20度やのに寒かったわって。へー。滋賀の方？わぁ。20度の感覚がわかんないや。ちょっと覚えてないや。秋の。冬でもある。知ら、あ、冬は。うん、冬は。沖縄の冬って何度？一桁行く？一桁たまに行く。あ、じゃあ十何度とかってことかな。じゃあ20度だったら肌寒い。もういいぐらい。朝とかがめっちゃ寒いんだはずね。あ、寒いのか。いやこれからね、どんどん寒くなっていくんだろうね。うん、うん、もう暖房使ってます。早そうなんだ。早いですよ。早いね。全然クーラーだよね、まだクーラー。うん、今日もね、学校ね、暑くて暑くてガンガン、もうしょうがなかった。先生もね、ないと無理だね。そうそうそう、先生も汗拭きながら授業してたしね。そうそう。たまちゃんさん、みなさん、風邪などにお気をつけてください。本当に、うん、本当に変わり目はね。インフルも流行ってるってね。あ、そうだね、うん、なんか身近にはいない。うん、いないけど、ね、でも風邪確かに、あいもね、結構長引いたし、セーラー服のババアはな、風邪治るのも1ヶ月ぐらいかかったからな。うんうんうん、そうだね、やっぱババアって無理しない方がいいんだなって。そうだね、うんうんうん、ババアには無理は厳禁です。そうそうね。いやあ、なんかすご い、ね、ストーブも出してるって前、めっちゃ暖取ってる。メラメラだ ね、家の中もう火事になっちゃうよって。火事には気をつけてくださいね。火事にもね。そうそうそう。あ、進撃のめいちゃんさん、こんばんは。初めて聞かせていただいてます。こんばんは。こんばんは。嬉しい。嬉しいです。毎週聞いてください、ね、本当にお願いします。嬉しいね。なんか今日ガンガン来ますね。めっちゃ嬉しい。セーラー服の影響ってすごい。すげー。でもえ、これセーラー服のおかげか。ちょっと今戸惑って。じゃあさ、あんまりでもやらない方がいいってことだよね。うん、小出しにしないと。小出しに、そうだね。魅力、なんか、ね、ギャップとかもなくなってくからね。そうだそうだ。そうだね。ただただ今日、お仕事お休みなだけなんです。うん、いいタイミングですね。いい回で見ましたね。チャラくないさん。あ、チャラくない AKB ファンさん。あゆねちゃん、あいちゃんのセーラーラジオ。セーラーラジオ。今日はセーラーラジオです。セーラーです。あ、そうそうそう、そうなんです。ハロウィンスペシャルですよ。やってます。じゃあ、うん、行っちゃいますか。あ、そうですね、うんうん、この番組では皆さんからのメールや、ここでしか言えないぶっちゃけ話、お悩み相談などをお待ちしています。はい、メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。はい、またツイキャスやユーストリームで映像の方も配信していますので、 FM ギノワのホームページにアクセスしたら見れますよ。コメントも待ってます。いっぱい待ってます。うん、ということで、ひろきさん CM いっちゃってなに、スタジオみんな腰振り。どういうこと、どういうこと。なら、あ、これ、これ、これ、しょっちゅうこれってやってるから、あ、これから腰振ってるみたいな。スタッフさんもみんなセーラー、違う、2人だけスタジオみんなセーラー、制服なら面白いな。あ、まさか来週も男がいっちゃう。ズボシっていうか、なんだった、ご名答。そうだ、ご名答。ズボシえ、なんか最初入ってきた時どう思いました？いや、もうなんか普通に、あなんか、そういうハロウィン会。あ、よかったですか。いや、それはわかるよ。あ、よかった。なんかやばいやつだったよ。それよりも、2人一緒にいなくなって、うん、トイレにドアかかっていた時の方がちょっと
着替え中でした。そうそうそう、だから後で気づいた。着替えかみたいな。そうなんです。じゃあそろそろ CM 開けます。はい。はい、改めまして、あやねです。あいです。今日も、悩めるヘビーリスナーから、お便りが届いております。はい、じゃあ、あやねちゃん、早速読んじゃってください。はい。シークレットネーム、唇おばけさんからの相談です。あやねちゃん、あいちゃん、こんばんは。こんばんは。私は、今とっても悩んでいることがあります。うん、それは私の大きな唇についてです。すぐに乾燥したりリップが合わなくなったりして荒れてしまいます。どうすればいいでしょうか、というお悩みです。唇が大きい大きな唇が何大きな唇が荒れてるの。はい、あ、なんかあれかな、布団巻きみたいな感じとかかな。あ、もう冬とかはめっちゃ荒れるんだはずね。そうだね、季節の変わり目ってさ、うん、なんかね、そんなやってから荒れ放題になっちゃうからね。確かに、うん、でもな、なんかかわいそうだ ね、うん、ね、だって今の時期でも荒れてるってことでしょ、うんうん、そうそうそう。なんで今の時期荒れるの？なんか暑いな、寒いなぁ、うん、なんかなんだかんだクーラーのところって寒いさ、うん、だから唇ペロ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 って舐めてたらあの布団荒れちゃう。ペロペロしてるから。そうそう、ペロペロ布団巻きなの。唇おばけさんはそうじゃない、多分唇ペロペロしてるんだよ。唇おばけさん知らないうちに。じゃまずその習慣やめた方がいいかもしれない、うんうん、そうだよ、ちょっとね、周りの友達も言ってあげたらいいと思うよ。あ、ペロ、1ペロ、1ペロ、2ペロ、3ペロって今日15ペロもしてもう、あれ放題だぞってからそうだね、友達の協力も必要かもしれないです、うん、そうそうそう、うん、ね、したらなんかあれじゃない、唇でっかくなっちゃったってなってたら、うん、なんか唇と肌の境目ってなんかわからんくなるよね。うん、わかる、なんか境目がさ、なんか結構ね、そう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 、ん、ん、ん、境目ボーダーラインということで、今日は世の中のいろんなもののボーダーラインを決めていきたいと思います。題してピロリロリン、え、二重顎じゃないよ、これ首だよ、まあ、その辺はっきりして、フェスティバルイエーイ言えた言えた、上手だった、練習した甲斐があったね、絶対恥ずかしいじゃあ、うん、まずは、うん、何のボーダーを、じゃあまずまずひろきさん、なんかボードありますか？あ、あ、いいところにボードがあります。ありがとうございます。書こう書こう、書きます、うん、じゃあ何からする？いいよ、じゃああやねちゃん先から書いていい？うん、うん、ひっついてるこれ、はい全部あやちゃんの方にあやのからね、うん、さあまず一番最初のね、お題、あ、つかないやつだこれ、はい、お題お願いします。チャンネル変えないでくださいね、待っててよ待っててよ今書いてますからね、今一生懸命書いてるからね、つないでいて。あ、分かった、じゃあこの辺、あ、私もやめた方がいいと思うって進撃のめいちゃんさんから来てるんだけど、あれかな、ペロペロかなペロペロはやめた方がいい ね、うん、ねえねえ、そうだよ ね、ペロペロ荒れるんだもん、だってすごいすごい、いっぱいいっぱいなんかはい、すいません、はいはい、書きました書きました、できたよ、できたよ、いきますよ、はい、じゃらんぼんだん、はい、どう見えるかな、どこからが浮気ということで、浮気のボーダーライン、うん、これはもう人それぞれだと思うけど ね、 そうだね、なんかどっからがなんか男友達とか女友達で許される、そう、許されるのか難しいよね。一応連絡取るのは普通に、うん、そうそうそう、 OK でしょ、うん、連絡取るのは全然大丈夫さ、異性とね、うん、あの自分のなんか相手がとかね、うん、は全然 OK ですね。そう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 、手、手つなぐのはダメでしょ。手つなぐのダメ、あ、じゃあ2人で、うん、何、2人で遊びに行く、うん、
夢に夢っていう夢目的によるかもね、うん、目的あ普通に授業のなんか延長線でなんか市に調べに行かないととかだったら全然いいけど OK だし、でもなんかさ相談事とか際どくない、結構さ、うん、恋愛相談とか近くなるさ、うんうん、女の方がなんか相談したいとか言って、うん、仲いいから気を許してるから男の人に、うん、彼氏とかにお願いしたりして、うんうん、そうだね、うん、でも一応あれさボランティアさそれは、うんうん、彼氏この男の人からしたらうんうん、うん、だけどけどなんかそっからさ発展するっていうこともな、うん、泣きにしもあらずだから泣きにしもあらずそう相談とかも際どいんですよね、うんたまちゃんさんが唇同士くっついたらチューってことですね、あらなんか言い方があるなんかね、うん、あじゃあ手つなぐのとか大丈夫なんですかね、手ね気になる、手つなぐのかキスもダメだな、そうだよね、キスはダメですよ、ダメですね、うん、ダメ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 ですダメだよ普通に、えダメですよ、うん、あーでもなー、い許さないかって言ったらわからないさね、あーあーそっか、そこで別れるかとかってなると、うん、うんうん、あスキンシップしたらアウト、スキンシップってこんな、こんな、ああ頭撫でるとかですかね、えキモ、えちょっと嫌だもんそんな頭撫でる、えな何の人いる、目的があってだからやってるのかって、小動物だからそれこそ2人でラブホ行きたいから頭撫でてるじゃねえのって、ダメだよ、そうそうダメだよ、違うのかな、ただちょっと今寂しいだけ、あ人恋しいとか、あいそう、うん、まあなんかなんだろうな、それがさなんか正直、うん、正直言うとどうでもいいんだけどなんか自分に関係ないかったらうん、うん、どうでもいいんだけど、ね、自分に降りかかったらって考えると嫌だよ、ひろきさんはどう思うって、ひろきさんはどこからが浮気ですか難しいですよねうん、普通の友達、うん、友達とやらないことがあるじゃん、例えば手つなぐとか、チューするとか、うん、そういうのも普通にアウト、え、じゃあ2人でご飯とかは別にいいじゃん、オッケー、まあまあ、うん、ただその相手がいる方がちょっとでも心が動いたらダメかな、うん、あもう心の問題、心次第、あひろきさんは心次第です、うん、うん、まあ確かにそうだね、そうだよね、うん、友達同士でやらないことやったらアウト、そうだね、本当だね、そうだね、それってもう男と女の関係っていうか、うん、そこに友情ないっていうか、なんか友情はある、友情ってどこから、男と女の友情成立する派ですか、待ってよ、あい、うん、これダメ派、ない派だった、ある派だったんだっけ、ある派だった、成立するって思ってて、うん、だけどやっぱなんだかんだ生物的にやっぱ違うものだし、そうだね、考え方も違うし、うん、ってなってたら、うん、とか思ってたりする、あと女の人ってやっぱ頭いいって思うから、うん、こうコロッとやれちゃう、なんかあの男を動かせそう、手玉に取るみたいな、そう違うテーマになってるさ本当だ悪い癖なんですよいろんなことに発展しちゃうんです、そう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 すいませんそっか、ボーダーラインか、浮気のボーダーラインは、あ、じゃあもう決める、決めるか、待ってよ、じゃあはい、まず言っていい、あ、なんかカッコ立ってるものがあるの、ある、うんと、やっぱり、うん、内緒で電話、あー嫌な感じ、もう内緒の時点でもうすごい嫌な感じ言えないこと、わかる、言えないことした時点でアウト、アウト、言えないことはじゃあアウトっていう、はい、それです、あやねちゃんは、あやねちゃん、うん、じゃあ一緒でいいです、諦めた、諦めた、大丈夫だってこれ多分あれですよ、うん、根深いよ、あーそうね多分出せば出すほどいろんなものが出てくる話かな、うん、思い当たるところあるんじゃないですか、ね、皆さんそうですね、じゃあ、うん、次これやろうかな、好きな、どうぞどうぞ、じゃあ、待って、やっぱこれだ、
ね、ちょっと待ってくださいよ、買って書いてるからね。あ、見える？これ、ぶ、はいはい、書きました、バカが。ルルルルあかんあかん、落としちゃった。じゃあ、あや持っていい、いいよ。はい、からシャンシャシャン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 、どんどんどん見えない。ぽっちゃりとおデブちゃんということで、どこまでがぽっちゃりでどっからがおデブかっていう、うん、もう女子には本当に、女子って言っちゃった自分でには本当にね、なんかすごい、なんていうの、こういうのシリアス、シリアス、永遠のない、シビア、シビアな、シビアなわからんやつ、ナイーブ、ナイーブな話、それなんですけど、デリケート、あ、それそれそれ、デリケートゾーンのお話ですよ、うん、そう、だからなんか男の人ぽっちゃり好きとか言うけどなんかよ、そう、男の人のぽっちゃりはぽっちゃりじゃないって言うさ、うん、そう、誰がぽっごめんね、ぽっちゃりとデブわかんないな直球直球直球ですね。絶対なんだかんだ細い人が好きなんだよ。だってさ、フカキョンは皆さんどうですか、ぽっちゃりの。フカキョンってどう思います、どっちでもデブではなくない、ぽっちゃりか、じゃ細いかで言ったら。でもぽっちゃりしてそうだけど、うん、実はそんなにぽっちゃりしてない、うん、イメージ、多分胸がでかいだけじゃない。あー、そっか、胸が大きいかぽっちゃりして見えるのか。それってあんまり嬉しくないね、なんか。そうそうそう、被害、ただの被害自分に降りかかる被害さ。デブは90キロ以上かなって。結構あれですね、範囲が広い。のろかよさんは、あ、のろかよちゃん、え、好きなんだけど、あの人でもぽっちゃり、デブ、おデブちゃん、おデブちゃん、おデブちゃんかな、なんかぽっちゃりに甘んじておデブちゃんになっちゃったみたいなあ、もうキャラをね、そうそう、好きでもさ、でも大好き大好き、のろかよさん大好きです、うん、確かに、あの人面白いよね、面白いし、顔可愛い、本気出したら可愛いさ、本気出さんくても、出さんくても普通に可愛い、うん、あの顔いいな。そっか、難しいな、これ体重で言っても多分ピンとこないから、ね、そうね、確かに。あ、じゃあ誰って言おう、何がごめんね、ごめんね、ぽっちゃりと、うん、おデブちゃんのちょうどいい人。あ、待ってよ。はい、わかったわかったわかった。誰？ IT の、いいよ、柳原かな子さん。え、それは間違ってるよ。デブ？え、もう絶対間違ってると思う。なんか頭おかしいあれ、なんか今まで話してた話何ぐらい、うんうん、待って、したらやめるやめるやめる、賛同得られなかったあれ、普通におデブちゃんですよね。あれ、待って、浮かばない、浮かばないもんだって。じゃあ誰、うーん、待って、あやねちゃんは、あや、うん、あやはぽっちゃり、琴将棋くとま、マセノリ、うん、稀勢の里、うん、な、あのお相撲さんかなお相撲さんかな、ちょっとドスコイ系はちょっと、うん、ちょっとドスコイはちょっと、あのマツコもモツコもちょっとスポーツ、マツコはおデブちゃん で、うん、です確定です、うん、そうそうそう、もうポ、自分なんかぐらいは何、ポ、ちょうど真ん中、あれ、待って待って待って、やだやだ、デブ、違う違う、ぽっちゃりの真ん中みたいな、本当に嫌味っぽくなってるよ今。あ、本当だ、うん、やだ、なんかそれやだ、今違う違うよ、だ、え、うん、真ん中、あ、探そう、うん、そうだね、うん、真ん中いる、自分は、うん、中肉中背だと思ってる、普通普通、うん普通だね。え、なんか全然出てこない人が、うん、ちょっとこれ難しいです、うん、やめていいですか、うん、この話、やめますちょっとこれはボーダー難しい、難しいですじゃあ、じゃあなんか、最後、うん、うん、じゃあおしゃべりしてて、はーい、うらららららら、うるうるうる、ガリガリは嫌い、あ、うん、ガリガリはなんか鶏ガラスープみたいでなんか美味しくないと思うんですよね、なんかガリガリはちょっとダメですね。ちょうどいい、ちょうどいいのがいいな。ちょうどいいの。ちょうどいいの。ちょうどいいの。いる？
下手くそかもうそうこうしているうちに書き終わりましたよ。よかった、つめれた。チュン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 、うらー、友達の行動で許せるボーダーって、愛意外に何でも許せる気がする。愛ちゃんは絶対広い、許せる、うんうん、ボーダー、はい、ストライクゾーンが、うん、え、じゃあ勝手にって感じ、勝手に、うん、お金関係はダメさ、うんうん、勝手に人としてね、もうそこもうそこは盗っとこそドローだから、そこはダメ。おまわりって、おま、おまわりおまわりってなるから、ちょっとおいでーってなるから、うん、うん、許せるボーダーでしょ。絶対許せないことは、じゃあ友達、いくら友達でもって勝手に携帯触ってるとか、うん、ああそうだね、ああそうだね、なんか持ち物、持ち物あさぐられたりとかは嫌、うん、かも。愛はあれかな、朝起きたら丸坊主にされてたらちょっとさすがにそれはさすがに本当に金払えって思うかな。なんかもう慰謝料切れれる、切れ、なんか泣く泣くまあね、怒りづらいしね。だからこの人はなんか似合いそうだなと思ってやったからかもしれない。うん、愛が坊主に合うと思ったんだろうね。じゃあそのボーダーは、うん、友達の行動で許せる義理は、うん、まあ、丸坊主にしなければ、うん、寝てる間にね、丸坊主にしなければ OK です。OK、うん、です。絶対すんなよ。ってことで、うん、今日もうエンディングが流れてるんですね。最後にね、唇お化けさんに一言お願いします。はいはい、唇お化けさん、唇と肌のボーダーラインをはっきりさせたらもっと素敵な唇になれますよ。頑張れよはい、うん、秘密の時間、秘密の部屋なんだ、番組名間違えたよ恐ろしか、恐ろしか、怖い怖い、いいな今日はね、まあ、うん、とりあえずあのすごい大勢のそうあの何者、うん、観覧者の方に見ていただけて、うん、嬉しいですね、うん、本当に嬉しいです、本当に嬉しい、うん、なんかスカートが気になる。来週はね、男3人なんですけど、はい、またきっと面白いことしてくれると思うので、はい、上げた、ハードル上げた、うん、きっとスパイシーボーイズたちも、うん、すっごいもう腹がよじれるほどのもうヒヒ言うぐらいの面白いことしてくれると思うので、コスプレしてくるかな待って待って、たまちゃんさん観覧車ってあの輪っかの回るタイプの違う、遊具の観覧車ってなってるあの今日はたくさんの観覧車がいっぱいだわー、嬉しいなそんなわけないだろう違うわってバカ野郎つって皆さんありがとうございました。本当にありがとうございます、はい、またいつかね、またやろうね、またね、コスプレなんか定期的にちょっと入れていったら、うん、ちょっと好評な感じなので、ちょっと味しめたので味しめます本当に、うん、よっしゃ男さんにもセーラー服着せようかこれ、うん、着せようかこれ3人いるから1着買えばね、うん、あと1人はもう全裸でいいんじゃないかなそうだよね、うん、お疲れってありがとうございます。お疲れ様です。皆さんもお仕事やら、うん、学校やら、ね、頑張りましょうね。今日月曜日なんですけど、うん、明日も頑張ろうはい、うん、今週はあやねとあいがお届けしました。来週も秘密の部屋に遊びに来てくださいね。なんか惜しい、惜しい、ね、なんか、ね、名残惜しい居座りたいよせっかく今日来てるから、そうそうそう、ごライブを終了、はい、オッケー、はい、オッケー、そのまま街にこれ録画を保存する、うん、おー